この声援を受けた限りはいいバッティングを見せなければいけません。男気のある今井です。今日はヒット2本。少しバッティングの調子を落としておりましたが、今日ヒット2本ですが、これはぐーんと球が伸びていく、伸びていって越えていった。一人ホームイン、二人目も今ホームイン、2点。今江のセンターオーバーのタイムリーツーベース。今やはりこう試合のね、流れっていうか、はい、やはりこう、まあ、確かに外野も前進、はいはい、一番嫌なバッターではあるんですけど ね、 やっぱり強打でこうやっぱりストライクゾーンで勝負をしなきゃいけなかったっていう、はい、まあ、若菜さんおっしゃっていましたように、清田とそれから今井を比べた場合には、まあ清田で勝負しなければいけないなというようなお話もありました、はい、やっぱり今日 の、ね、そのバッティングの内容だとか、はい、まあ、そういうのを見ればやはりあそこで勝負ですよね。今井猛打賞、今日3安打、その3安打目が見事なセンターオーバーのタイムリーツーベース。その今井はツーベース今シーズン28本目ということになりました。